週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第405回目スタートいたします。案内役は映画ネナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人ムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は2024年1月12日金曜日、そして13日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介します。まず最初に紹介するのは1月12日金曜日公開、綾野剛主演作カラオケ行こう、こちらの作品から紹介します。最初に紹介するのはカラオケ行こう、和山山の同名人気漫画を綾野剛を主演に起用して映画化しました。合唱部部長の中学3年生男子が突然ヤクザにカラオケに誘われ歌の指導を頼まれるという奇抜な設定と予想に反してエモい展開、そして散りばめられた笑いの中2人の間に芽生える奇妙な友情が描かれてきます。カラオケ行こう、1月12日金曜日よりミッドランドスケアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはアクアマン失われた王国、 DC コミックスのヒーローアクアマンを主人公に描き大ヒットを記録した2018年制作のアクション大作アクアマンの続編となります。父親となった海底アトランティス帝国の王アクアマンが復讐心をたぎらせる宿敵ブラックマンタから国を守ろうとする奮闘する姿を描いてきます。アクアマン失われた王国、1月12日金曜日よりミッドランドスケアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは傷物語こよみバンプ、西尾維新による小説をシャフトがアニメ化した物語シリーズの原点、三部作として公開した映画傷物語を1鉄血編、2熱血編、3冷血編の総集編として再構成し、新たに一つの物語として劇場公開します。すべての物語の始まりを再び目撃できます。傷物語こよみバンプ、1月12日金曜日よりミッドランドスケアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは早々のカーネーション、現代トルコ映画界の気鋭監督ベキル・ビルビルがアナトリア半島の南東部を舞台に亡き妻を埋葬するため棺を背負って歩き続ける老人とその孫娘の旅を描いてきます。圧倒的な映像がスクリーンから見る者に静かに問いかける現代社会の新しい寓話です。早々のカーネーション、1月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはある閉ざされた雪の山荘で、東野圭吾の同名小説を重岡大毅、中条あやみ、岡山あまね、西野七瀬、堀田真由、戸塚純喜、森川葵、間宮祥太朗といった豪華キャストで描いた群像劇です。新作舞台の主役をかけた最終オーディションと殺人事件がリンクするミステリアスな展開です。ある閉ざされた雪の山荘で1月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは枯葉、引退宣言した秋カウリスマキがカムバックし、本作でカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞、おかしみと切実さに満ちた最高のラブストーリーです。戦争や暴力がはびこる世の中で一つの愛を信じ続ける恋人たちの姿を通して生きる希望を与えてくれます。枯葉、1月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはイルボーロ in 清水寺京都世界遺産ライブ、人気ボーカルユニットイルボーロが世界遺産で行ってきたライブシリーズのうち初のアジア公演として世界遺産清水寺で実施した奉納ライブの模様を劇場公開します。イルボーロ in 清水寺京都世界遺産ライブ、1月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇団ドラマティカアクト3カラフルワンダフル、スマートフォン向けゲームアプリアンサンブルスターズを舞台化し、2023年10月17日から11月19日に東京、大阪、福岡で上演された
劇団ドラマティカアクト3カラフルワンダフルを収録したものを映画館上映します。劇団ドラマティカアクト3カラフルワンダフル、1月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはセマンティックエラーザ・ムービー前編、韓国で社会現象を巻き起こした青春 BL ドラマの劇場版前編です。秀才で変わり者な完璧主義者の大学3年生シュ・サンウを韓国アイドルグループ DKZ のパク・ジェチャンが、自由奔放なモテ男のチャン・ジェヨンをクナ君の元メンバーパク・ソハムが演じ、全てが正反対な2人の予測不能な恋を描いてきます。セマンティックエラーザ・ムービー前編、1月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはゴジラマイナスワンマイナスカラー、特撮怪獣映画の金字塔ゴジラの生誕70周年記念作品であり、現在大ヒット上映中のゴジラマイナスワンのモノクロ映像版が登場です。色のない世界でゴジラが街を破壊し方向を上げる、モノクロならではの世界観が圧巻です。ゴジラマイナスワンマイナスカラー、1月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは弟は僕のヒーロー、イタリアに住むダウン症の弟と兄による YouTube 動画から生まれたベストセラー小説を映画化、世界が注目した兄弟のとびきりキュートでパワフル、そして世界中が優しくなれるハートウォーミングなドラマです。弟は僕のヒーロー、1月12日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはマイハートパピー、人生崖っぷちの2人の兄弟が愛犬の里親を探す旅を描いた韓国映画です。行き先のない子犬たちとの運命的な出会いを綴った笑いも涙もあふれ出るワンダフルロードムービーです。マイハートパピー、1月12日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはペルリンプスと秘密の森、父を探してのアレ・アブレウ監督によるアニメーション映画で、太陽の王国と月の王国から来た2人が魔法の森を救う冒険を繰り広げていく様が描かれていきます。ペルリンプスと秘密の森、1月12日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはビヨンド・ユートピア脱北、2023年サンダンス映画祭 US ドキュメンタリー部門観客賞を受賞した北朝鮮脱北者の過酷な旅の実態を生々しく記録したドキュメンタリー映画です。ビヨンド・ユートピア脱北、1月12日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはリュウジリマスター版、33歳でこの世を去った金子庄司の初映画初主演作リュウジ、妻子のためにヤクザ家業から足を洗った男が二人の世界で奮闘するも苛立ちを募らせていく姿を描き、自主制作作品ながら大ヒットを記録した異色のヤクザ映画のリマスター版が登場します。リュウジリマスター版、1月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは凪の憂鬱、俳優辻凪子と監督磯部哲平の気が向いた時に制作される凪の憂鬱シリーズの3作目です。社会人編として大阪で契約社員として働く凪が、初めての有給休暇前日に彼氏に振られ休暇をメランコリックに過ごしていく様を描いてきます。凪の憂鬱、1月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは今日解釈花坂爺さん、日本の名作昔話を現代を舞台にした恐怖と戦慄のバイオレンスホラーにアレンジして生まれ変わらせる今日解釈シリーズ第1弾です。花坂爺さんがどんなバイオレンスホラーにアレンジされたのか、スクリーンを目撃せよ。今日解釈花坂爺さん、1月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはウルリケ・オッティンガーベルリン3部作、ニュージャーマンシネマの時代から精力的に作品を発表しながら、日本では紹介される機会が少なかったドイツの映画作家ウルリケ・オッティンガー、代表作アル中女の肖像を含む3作品を一挙公開します。
ウルリケ・オッティンガーベルリン三部作、1月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました。1月に入って第2週金曜日、もうすでに第2週、新年気分も、吹っ飛んで仕事モードに入っております。でも映画館は、快適空間となっております。寒い中でも映画館は快適です。シネマクロスメディアムービーステーション絶賛配布中です。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーン、そして大音響で鑑賞するために映画の制作者サイトが作っております。皆さんも好みの映画をムービーステーションで探して、 C2 ウェブ版で探して、そして映画館で部屋でしてみてください。それではさようなら。